はい、どうもさん、こんにちは、のぼりです。今日こそカービィクリアしたいと思います。あ、なんか、あ、そうか、一応ボス戦でもミッションは全部あるんだったっけ。というわけで一応全部の能力を進化させれたのかな。おそらく今手に入るすべての能力は進化させてきたんで、これで戦っていきます。回復しても意味ない。で、今回はその中でもちょっとお気に入っちゃったこのクラッシュ、なんだっけ、タイムクラッシュでいきます。で、このなんだっけ、バフがかかってるのもディープスリープっていうスリープの進化系の能力のおかげですね。寝るとバフがかかるみたい。さあ、でですよね。マスクド、もしかして久々の、何これ、もワイルドで、でおい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 、なんかちょっとつ猛進してきそうな感じやん。うわっ、ワールドして、え、強っ、え、は壊れてるんだけど、はあ、さあ、それでハンマーをもらっていき、やっぱかっこいいな BGM。 本当にちょっとつ猛進してるじゃん。おれ痛い、あ、よいしょ、はい、避けて、おれ、ケツぶん殴ってやら、お、弱くね。さあ、第三形態だ、衝動性分かってるんだよ。そんなわけがないことぐらいは分かってる。こんなぬるいわけがない。炎攻撃、そんなのあったんかい。さすがにね、こんなとこで終わるわけはないから、突然目覚めるから、こいつ。ペン、やば、これで終わったらマジで拍子抜きにも程があるけど、絶対こんなんで終わるわけはないから。あ、普通のデデデに戻ったのか。なるほど、うん、かわいい。やっぱなんか洗脳的なことをされてたっぽいね。お、いや、 BGM かっこよ。そっちに逃げて大丈夫なの。あー、ワドルディがこけたよ、助けないと。まさかカービィじゃなくてデデデが助けに行くんか。おお、うわ、止めろカービィ、頑張って止めるんだ。お、まさか、え、あ、そういうパターン、こう俺に任せ先に行けパターンだ。え、かっこよ。え、やっぱりなんかまだあんのか、ステージが。なんか全部の能力進化させれたにしては、なんか3段階進化してないのもあったりしたし。言語設定オート、え、日本、普通に日本語じゃん。なんかこの手のホラーゲームってあるよね。え、何？いかがでしたか？科学研究所ラボディスカバールの、おい、コナンじゃん。コナンいるって。ってことは誰か死ぬ。え ？IDF86。はあ、危険性を憂慮した研究対策チームはその対象を捕獲。もうエフィリンじゃん。研究所にて IDF86 の持つ空間転移能力の研究開発が始まり、今我々が手にしている惑星間ワーク技術の基礎となるのです。やばい、怖いんだけど本当に。え、怖っ。怖い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 。え？その後、IDF86は
び活動を再開することなく、今もここラボディスカバールの最上階にあるエターナルカプセルにて永久保存されているのです。怖っ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 。それではご覧ください。いやテンションテンション。何で行こう。めっちゃ悩む。これで行くわ。なんとなくこれで行く。どうせならね、最初っていうか最近進化した能力を使いたいから、これで行くけど。ID F86 って何？エフィリンは2体いんのか？今の話だと。エフィリン、原種から分離したのがエフィリンなのか？やっぱりそうか。原種がこっちか。何お前。美しいであろう。ピンクの招かれざるものよ。だが、このお方はまだ完全なお姿ではない。片割れを失っておられるのだ。かつてこの地に住んでいた者たちは、このお方から奇跡の力を授かり、この力で彼方、夢の大地へと飛び立っていったのだ。このお方が完全なお姿に戻られれば、この忘れられし大地に残された我らにも奇跡の力をお与えくださるだろう。そしてついにその時が来たのだ。はーい。なんか世界観に合ってるな、この格好。そうだ、この小さきものこそ失われた片割れなのだ。やっぱりそうか、原種のから逃げ出した方だね。ようやくも一つの完全なお姿に戻られる。その積年の悲願を阻むのならば、今ここで。ビーストだもの、餌食となれい。はい、あぶねえ。マジ？そうなるんだ。そうなるとは思ってなかった、ごめん。そうなるとは思ってなかったんだって。ごめん。違う。貫通すると思ってなかったってさ。これがいいね。これだ。オッケー。くそ、もうノーダメが。そうだよ、お前が出てこないと話になんないだろ。ジオ・レオン・ガルフ。ゴルルムンバの方が強そうじゃね。名前もなんす。避けた今避けたね。俺避けたかどうかも分かんなかった。来いよ。何その動き。あー痛い。あぶねえ。何それ。あぶねえ。それ何？攻撃？それ攻撃なのか移動なのかが分かんない。マジで分かんない。お前あれ、あいつの親戚？サーカスにいたやつ。まあ種族的には親戚だろうな。お前その攻撃ってドラゴンボールでしかやらない攻撃じゃん。うまい。オッケー。いいぞ、今のうまいぞ。さ、あ、ちょっとなんか第二形態チックなものになったが、何遠距離攻撃してくるな。いった。あうち痛い。お止まってるのかと思ったけど、何ヒットストップがすごい。おらうまい。いや全部ジャスト回避でいく。おる。うまい。完璧。アンスどこで止まるかがわからん。あ違う、それはまた遠距離攻撃。何その方向。すごい声出てる。これ誰の声だ。あ待って、さ完璧に溜まってた。ヒットストップとかがすごすぎてさ、何が送ってるかわかんない、マジで。ちゃうねん。さあ来い。はい。なんできなかった。この体力でやることじゃない絶対。よいしょ。さあもうちょっと終わる。はい。嘘でしょ、マジかよ。いける、行ってくれよ。スレスレ。終わりだ。オッケー、ヘッドショット。まあでも第二形態があるんだろうな、きっと。っていうかエフィリンが多分混ざるよね、きっとあいつに。あ、え？いやー、絶対そんなわけない。まだある、絶対。
さすがにまだある。あいつ目覚めるって絶対。この踊り中にね、目開けると思う。目開けるでしょ。開けなかった。開けなかった。あれ？終わり？いや、絶対そんなわけない。おのれ、あれは一体何なんだ？頭の、あまたの、あまたの空間から使えるものを引き寄せたが、あんな邪魔者が混ざっていたとは。まあ、よい。もはや策を練るのも面倒だ。うー、気持ち悪い。せめて黒いってくれよ。怖っ。ホラゲーム？ホラゲチックだよね、やっぱり。なになになに、ちょっと世界観にマッチしすぎてるな。さあ、カービィ特有の最後はなんか乗り物に乗って、え、やばい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 、怖っ、マジで。やばいやばい、本当にホラーゲームじゃん。うわ、あ、まさかの戦うではなく逃げるパターン。エフリについていけばいい。これも絶対さ、道の途中になんか落ちてるでしょ。うわ、これは後ろから追ってくるパターンの画角だった。え、怖っ、このゲームですよね。侵略者エフェクトフォルガ、一応名前ついてんだ。やばい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 、やばい、画角が完全に逃げろゴロゴロ岩なんだけど、逃げろゴロゴロ岩って言って伝わる人いるかな。あのマリオパーティーのミニゲームです。そんなのはどうでもいいんだけど。うわ、え、何これ、どうすんの。攻撃できんのか、攻撃できんのか、攻撃できるんだ。ちょ、もう怖すぎ怖すぎ、あれみたい、あのファイブナイツアットフレディーズの顔面だもん、もうこれ完全に。定期的に後ろ向いて撃って逃げる。やっぱさ、これでよかったよね。これ選んで正解だったよね。いい、やばすぎる。おー、ジャスト回避決まったんだけど。撃っとこう、撃っといて逃げよう、撃っといて逃げよう、撃っといて逃げよう。やば、マジでファイブナイツアットフレディーズなんだけど。キモいキモいキモい。怖っ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 。なんか目だけ黒いのも気持ち悪いし。やば。うわ、音もなんかピチャピチャしてる。カッターもいる。ここで一旦カッターに変える。ここでカッターに変える。これ多分カッター強い、ここ。反射させまくれる。オッケー、危な、突っ込んでくるとこだった。え、マジでファイブナイツアットフレディーズなんだけど。でもまだあるよね絶対。うわ、おお、いい反応してる。あ、一番取り込まれちゃいけないやつが取り込まれた。おお、マジか。お、顔が決まった。ワープスターでしょ絶対ここは。え？ん？何もどこにも行けない。なんだ？なんだ？こっちか。あ、なるほど。あ、マキシムがある。でもね、さすがに最後ね、いや、こうやっていろんな能力あるけど、頬張り変形させてくると思うんだよね。うわー、全部使えるのか。何でいこう。うわー、悩むな。とりあえず新しく進化させた方を使いたいから、ここの左右のどれかだな。ちょっとクリスタル使ってみるか。クリスタルニードル。これ使ってみよう。ただ、多分だけど、最後は頬張り変形で戦うと思うんだよね。多分、ラスボス限定の頬張り変形があると思う。やば、この世界観。なんかすごい、スプラトゥーン2のストーリーもこんな感じだよね。なんかちょっと思い出したわ。スプラトゥーン2のストーリーっていうか、あれか、オクトエキスパンションのストーリーか。OK。
結局エフィリンじゃん、ラスボス。フェクト、エフィリス。もう、なんか、いつもそう。そうやってさ、そばにいるやつはこうやって敵になるんだよ。なに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 、はぁー。BGM かっこよ。待って、BGM かっこよすぎない？何？でもどうすればいいの？痛い！うわ、やば、強っ。え？やば、星めっちゃ出るから、これ。これ、ニードル選んで正解だぞ。危ない、危ない、死ぬ。死にはしないか。やばい、待って、待って、でもめっちゃ来る、めっちゃ来る。はぁ、ビジュアルかっこいい。痛い！マジでかっこいい BGM。 あ、ちょっと黙って聞いてたいもん。うまい、うまい、投げつけろ、オッケー。何、危ない。うまい、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 マジうまい。オッケー、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 いいよ、いいよ、いいよ。これちゃんとジャスト回避覚えてる。怖い、危ない、危ない。あー、今のは避けれ、ジャスト回避ができてない。あー、失敗した。これ使うか。アタックアップ使うわ。ここでしょ、使うの。もうここしかないって。さあ来い。おお、それかい。おい、なんでアタックアップ使った瞬間にそれなんだよ。あい、危ない。あ、痛い。何、二段ギル。何、毒、毒、何それ、毒ん、何それ、あ、何、なんす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 。よいしょ。あ、結構減らしてた。そんな減らしてたんだ。体力全然見る暇なかったわ。何？うわー、リアルガかパルキア出てきた時じゃん、これ。何その、そ、何その、何その、何それ。なん、なんそれ、なんそれ、マジで。月が降ってきたやつじゃん。あの、ゼルダの、あぶんね。マジで。いやでも、意外とね、集中してる。なんか自分、集中してる。集中がすごい。さあ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 。ちゃんとね、なんか神経がね、鋭くなってる。さあ、どれだ？どれが本物だ？どれが本物だ？あー、これだ！オッケー！なるほどね。あれが溜まりきったら多分避けれない技が来るんだろうな。さあ、エフィリン頬張る。いやー、そんな、まさかのそれ、マジか。最後それか。え、なになになに、なに、リモコン壊れるって。それだったか、頬張り。いや、最後に頬張りは絶対来ると思ったけど。はーい。うわー、溶けていく。かっこよ。あ、え、終わり？ついに？何すんのお前。何？何してんだ？え？ちょ、お前もうさ、とてつもない力だ。どこにあんな力が残って。カービィ、どうしたの？え、あれが？カービィたちの星、ポップスターだって。やばっ、こいつやろうとしてること、えげつな。なんでお前が星ごと頬張ってるやん。早く止めないと。でもどうしたら。やばいやばいやばい。あー、やっぱり来た。まだ他の頬張り変形も残ってたわ。絶対あると思った。カービィといえば最後乗り物系だもんね。でっかすごっ。おお、トゥル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 、ジャンプやばすぎでしょ。何こいつら、何こいつら、え、なんだこれ、何これ、何今の、なんか壊したけど、何だった今。やばい、無敵の BGM が鳴ってるってことは俺は負けない。すごい、
これ絶対この先だい、この先 100% セフィロスいるじゃん。やばいやばい、マジ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 やばい。何これ、乗れ、あーありがとう。マジでさあ、マジでさあ、どうなってんのどうなってんのどうなってんの、何これ、何、道道なんだ。すごい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 、道作ってくれてんだけど。エフィリン、エフィリンじゃない、誰だっけあいつの名前。一瞬で覚え、一回出てきただけで覚えれるわけないんだよなあいつの名前。でもあいつまでだいぶ遠いよ。なんか来てくれと言わんばかりに道ができていくけど、うわ、なんかちょっと8ビットっぽい感じなの。あ、溶けてる。溶けて、あーでも、あーまだ、ん？俺じゃない、違う、これ絶対なんかボタン押せってくるやつ、やっぱり。うっぱー、そうだと思った。オッケー、やべね。次は何、次は何、次は何だ。え、オッケー、釣りいっぱいやっててよかった。届け、何お前、何してんの。どれだ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 、どこだ、ボタン、何何、ビーレンだ。おろろ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 、オッケー。え、勝ったよね、え、負けたの。エフィリン、何お前、なんそんな力持ってんのお前、やば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 、何何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 何、もう分かんない、もう分かんない、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 うーん、熱い、両手、うーん、あー左親指が摩擦で溶けそう、やばいやばいやばい、熱い、マジ熱い、汗かいてきた。え、まだ連打、まだ連打、さすがに、え、あ、勝った、エフィリン、あ、戻ってきた。全部飲み込まれちゃう。え？何してんのお前。お前どうなの？何？おーい、マジか。しかもここでこの音楽か。いやー、カービィで泣くとはな。あ、ちょっとその後の話みたいなのも。うわ、ゴルルメンバーじゃん。ゴルルムンバお前好きだよ、ゴルルムンバ好きなんだよ、いいよ、あい、こいつ、こいつの見た目めっちゃ好きだわ。あー、いって、肘打った、涙出てきた。みんなで仲良く暮らしましたって、でもあっちの世界と繋がってないはずなのにな。でもこの終わりだともうさ、クリア後の世界楽しめないよね。どうやって、どういう、まあ物語としてはあれで終了っていう感じなのか。撮ったな、確かにこんなのあったわ。これで写真撮れっていうミッションあったもん。
お、昔のハンマーじゃん。しかもちゃんとワドリジの町にみんな来てるんだね。みんなでサーカスしてんのか。いやー面白かった。あ、メタナイト、ごめんな、お前も結局1回しか出てきないもんな。お前の能力はめっちゃ使ったけど。いや、メタナイトもな、ストーリー絡んできてくれてよかったんだけどな。今回はあんま絡んでこなかったね。あ、こいつバイトしてる。あ、違うのか、こいつお客さんできたのか。けどこんなお店じゃなかったことないか。あれ、もしかしてお店も成長するのかな。みんなめっちゃ楽しそうじゃん、この写真。いいなー、カービィの枕とかあったらすげえふわふわなんだろうな。エフィリンもかわいいなー。今作で初めて、まあ当たり前だけど、今作で初めて出会ったキャラだけど、ちゃんと喋らないのに濃いキャラ設定できるのすごいよね。そのストーリーというか、そのゲームだけで出てきてるのにちゃんと濃いキャラを残してるやん、喋らずに。まあ、カービィとかはずっと出続けてるから、そりゃさ、キャラ残してるのは当たり前なんだけど、エフィリンっていう新キャラがこんだけストーリーにもちゃんと関わってきてってしてくれんの。え、なに、なにそれ。え、今は何もできないのかな、あれ。え、どういうこと？ガチャガチャ増えてる。あいつに挑めるのかな。うわ、なんか、おお、バンドがいるんだけど。街角ワドライブ、なんかだいぶ本格的だけど。闘技場もなんか増えたか。つわものどもに打ち勝って目指すチャンピオン、ザ・アルチメットカップに参戦できるようになりました。ジ・アルチメットカップには受付からエントリーできます。すごいすごいすごい、いっぱいある。コピー能力の攻撃力アップする。なるほど。もう見た目的には変わらないけど能力がアップするんだ。え、みんないるんだ。なんか好意をされたんだけど。あ、キャロラインがまた街に来てるね。何かあったのかな。そうそう、カービィ知ってた？平和になった後、アニマルたちとみんなで集まった時もレオンガルフはいなかったでしょ。あれ以来ずっとキャロラインも彼を探してるみたいなんだ。まあ同じ猫科としてね。あ、一応続きがあるんだ。じゃあ、これ何、あ、引いてくれるの。おお、お前らやば、すごっ、超本格的じゃん。でもそこにない楽器の音してる気がするけど。あ、デデデ戦いいよね。デデデマジでいい、かっこよ。もうなんかデデデ系の音楽って全部かっこいいんだよね。うわ、ここでかけれるんだ、マジか。何流そう。ただいまカービィ。何この曲。あ、いつも街で流れてた曲か。うわ、なんかこんないっぱいあったっけ。いや、いいな。
うわー、全部流せる。やっぱデデデかな。デデデ流そう。デデデ流しとこう。これでいいわ。流し。これ流しとこう。さあ。キャロライン。これって、まさか謎の渦？え？ここからレオンガルフの気配がするって？待って。いきなりすぎない？え？何？はちゃんとあるんだ、クリア号。ここは、この感じ。僕がエフェクトエフィリスに取り込まれた時に見た世界そっくり。もしかしたらあの戦いの後、レオンガルフはこの世界に閉じ込められちゃったのかも。カービィ、一緒に調べてみようよ。なるほど、まだ終わらないんだ。絶刀のドリーミーフォルガ。不思議な世界観だなぁ。あ、全部のステージの一面かな、もしかして。これ恐ろしい思念で作られた世界だ。慎重に進もう。マジ？ちゃんと用意しててくれるんだ。いやー、いいね。なんか DLC とかっていうこと言い出すかと思うやん。やっぱ最近のゲームやってると。ちゃんとあるもんね。いやー。みんながさらわれて、僕一人になっちゃった時はもうダメかと思ったけど、カービィが頑張ってくれたから、マドリーたちがこんなに戻ってこられたよ。カービィ本当にありがとう。カービィにまた会えてよかった。これからもよろしくね。さあ、お前の話も聞いておこう。なんか設計図とかあんのかな。何？マジか。どこにいるんだ。やっぱまだあるんだね、設計図。で、どこ？ちょっと、これ、こういうことやりだしたらきりないから、ちょっと設計図だけもらって終わろう。多分まだ進化させれないから。何の設計図かだけ見よう。寝てんじゃねえよ。ケライワドルディ、お久しぶりですか、B さん。以前はデデデ大王様を助けていただき、ありがとうございました。大王様はすっかりお元気になり、この街を気に入っていただけた様子で、気に入っていただけたようで、一緒に楽しませていただいております。こんなデブだったっけ。実は大王様から私たちワドリディがお世話になったお礼として設計図を預かっています。どうぞお受け取りください。何の設計図だろう。おお、ちゃんとそっちも用意されてるんだ。4段階目あるんだ。なるほどね。いや、ちょ待って、進化させに行こうって思ったけどないんだよ、サザエが。くっそ、ちょっと、マスクドとか言われたら使いたくなるじゃん。マスクドデデデとかマジで、世代すぎてっていうのもあれだけど。ん？ああ、能力強化ね。でもレアストーンってそんな無限じゃないからさ。そんなに限度はあるよね。とりあえず、まだ4段階目があるっぽいから。うわ、5個もいる。5個もどうやって手に入れるんだ、わかんないけど、まあ、探して、次回はあれをマスクド、なんだっけ、マスクドハンマーを強化してっていうか、これをゲットした状態というか、進化する直前の状態で始めます。で、進化させて、新しいマップ挑もうかな。こんな感じで、とりあえずストーリーはクリアっつうわけで、一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。